はい、どうもこちら渡辺です。今日はですね、5月の最終日ということで、5月に買ってよかったものベストバイですね、やっていきたいと思います。まあ、今月はですね、かなりこのガジェット界のですね、新製品が、たくさん出てきまして、レビューとかたくさんしてきたんですけども、結構ですね、来月以降発売のね、商品とかも多かったです。なので今月実際に自分で購入したものっていう風になると、意外とちょっと大型のガジェットとかは少なかったんですが、実際ね、買ってよかったものいくつかありますので、今回紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでまず最初に紹介していくのが、今回ですね、こちらでございます。これね、この自動で出てくる系のデバイスめっちゃ好きなんですよ。でこちらはですね、自動で出てくるモンダミンということで、マウスウォッシュですね、電池式の自動ディスペンサーになっているので、専用のこのカップをですね、近づけるだけで、1回分のですね、モンダミンを出して、で、マウスウォッシュすることができるというものになってます。たまにですね、こういうマウスウォッシュ系の商品とかね、紹介するんですけども、やっぱり適度にこのマウスウォッシュしてあげると、気持ちよくですね、1日過ごせたりするので、毎日ね、何回かやったりしてます。やっぱり自動じゃないと、自分でこの蓋開けてですね、そのコップに注いでっていう風になるんですけども、この場合はもう本当にパッと持ってくだけですぐね、もう出てくるところまでやってくれるし、量も調整できるんですよね。スイッチで切り替えして、量を調整できるというところもあるので、使い方は、設置をして、で上にですね、専用のモンダミをね、かぶせる形で装着をする。であとはもうね、電池式なので、センサーに近づければすぐ使うことができますので、これすごいね、使いやすいんじゃないかなと思います。でこちらのディスペンサーの方がですね、 Amazon の方で1908円ですね、で購入しました。で、中身のボトルは別売りみたいなので、ボトルをね、購入して、装着をして使っていくということですね。ボトルに関してはもうこれ実は2本目ね、行きましたという感じで、もうこれ毎日使ってるというところでございます。はい、ということで次ね、ベストバイ2つ目紹介していくのが、こちらでございます。はい、こちらちょっとボトルなんですけども、ちょっとこういう商品ね、あんまり紹介してないんですけども、最近ですね、日差しすごい強くないですか？めちゃくちゃ暑いですよね。でこちらはですね、今日焼け止めになっていてですね、サニーシュシュっていうところの日焼け止めになっております。でこれ最近使ってるんですよね。やっぱりこの外出するときとか、あと車運転するときとかもね、結構この紫外線浴びちゃうので、日焼けしてしまうんですよね。で日焼けすると結構肌荒れの原因になったりとか、肌に良くなかったりするところもあるので、しっかりね、この季節は特に日焼け止めはしっかり塗って、やるようにしてます。で日焼け止めいろんなパターンあるんですけども、こちらですね、すごい簡単にも楽に使えるっていうところがポイントです。いかに楽をするかですね。使うときはもうこれボトル式なので、プッとこう出してあげるだけですね。こんな感じでもうすぐ使うことができます。であと伸ばしていって、広げていって、使うことができるというところですね。で日焼け止めって結構ですね、ベタつきがあったりとか、洗うのも結構大変だったりとかするものも多いんですけども、これねすごいさっぱりしてるんですよ。みずみずしい感じで、もう今これ塗った後なんですけども、ベタつきとかがほぼない感じで、なんとか日焼け止めジェルっていう風にあるんですけども、油っぽい感じとかベタつく感じが少ないので、つけた後すごい気持ちいいですね。でこれ顔にも手にもね、体にも使えますので、半袖で出かけるときはなんか腕につけてあげたりとか、あとはね顔にこうパッとつけてあげて、外出すると、日焼けをねしっかりと防いでくれるというものですね。一応こちらですね、汗水にも強いウォータープルーフとなっています。で、ベタつきが少ないよっていうところと、あんまりオイリーじゃないよっていうところで、これ洗うときは、普通のね、石鹸とか、洗顔料とかボディーソープで簡単に落とすことができますので、使った後にお風呂とかでね、洗い流すのも簡単というところです。日焼け止め、使いたいんだけどちょっとめんどくさいしなとか、ベタつくしなっていうときなんかは、これを使ってあげるとね、すごくいいんじゃないかなと思います。自分はこれ玄関にですね置いといて、外出する直前にねピュッと出してあげて、顔につけて、それからね外出するというふうにしています。こちらは Amazon の方でですね1139円でね売っております。はい、では次ね、今月ね買ってよかったのベストバイということで、3つ目紹介していくのが、ちょっとね、これは高額ガジェットになってくるんですけども、これですね、買ってしまいました。これはですね、 RME ベビーフェイスプロ FS というものになっています。これはですね、何かっていうと USB オーディオインターフェースになっています。なのでこれね、いろんなこの端子がこうあるわけですけども、パソコンに USB で接続をして、こちら側にですね XLR 端子で接続をして、音声をですね収録したりとか、逆にですね、パソコンの内部の音を、高音質でねヘッドホン接続して聞いたりとか、できるデバイスとなってます。
まあ、要はオーディオインターフェースですね。でオーディオインターフェースもめちゃくちゃですね、まあ、ピンキリなんですよ。すごい高額な、これめちゃくちゃ高いんですよね。購入価格15万円ぐらいしてます。で、まあ、今回これを購入したんですけども、まあ、その一番の理由が安定性を求めてこれを購入したというところがあります。以前ですね、アポロツイン X っていうですね、ユニバーサルオーディオのね、オーディオインターフェースを購入して、まあ、使っていたんですけども、ちょっとね、あれすごい性能高いんですけど、ちょっと安定性がね、いまいちなところがあって、ソフトウェア側かなっていうところなんですけども、今使ってる Mac との相性とかで、Mac のソフトウェアアップデートした時にですね、相性がガクッと悪くなって、で、その時編集していたこの Final Cut Pro のですね、動画のプロジェクト自体がですね、まあそのソフトウェアとのなんかね、互換性か何かで、まあ、飛んでしまったんですよね。まあ、壊れちゃったというところがあって、まあ、結構困ったことになりました。なので新たにですね、プロジェクトファイルを作り直してですね、今やってるんですけども、そういうちょっとトラブルがあったので、まあ、今後またね、こういうことがあったら嫌だなと思って、もうちょっと安定して Mac で使えるね、オーディオインターフェースを使いたいなということで、こちらを購入しました。これコメントで教えていただいてね、これ購入してましたので、教えていただいた方ありがとうございました。で、まあ、実際使ってみての感想としては、まずね、ヘッドホン装着して実際に音楽を聴いてみても、やっぱりめちゃくちゃ解像感高いです。で、解像感が高いだけじゃなくて、やっぱりノイズが少ないんですよね。すごく透き通った音で、そのヘッドホン本来のこのポテンシャルをですね、活かして、まあ、音楽を楽しむことができますので、まあ、オーディオを楽しむ、っていう時にも、まあ、しっかりと使えるものになっています。で、このダイヤルはこの音量の調整とかで、ね、使えるものになっています。で、あとはですね、音声の収録なんですけども、これ実はですね、なんでこれを買ったのかっていうと、イヤホンのレビューとかで使っているこのバーチャル視聴ですね、あれを行うために買ったと言っても過言ではないです。要はですね、バーチャル視聴を行うためのバイノーラルマイクを接続するためには、まあ、結構スペックの高いこういったね、オーディオインターフェースが必要なので、以前ね、アポロツイン X 購入したんですけども、まあ、ちょっと不具合が出てしまったので、今回こちらを購入して、しっかりと、いい音で、イヤホンの、音源をですね、収録することができるようになってます。なのでこちらもね、普通に今使うことができていて、気に入っているという状態です。まあ、まだね、自分の音声のマイク収録とかでは使ってない状態なんですけども、多分これマイク収録とかでね、使っても相当いい音で、ナレーションの吹き込みとかできると思いますので、まあ、その辺もちょっとおいおい使っていきたいなと思ってます。はい、ということでせっかくなのでね、こちら RME Babyface Pro FS を使って音声の収録を試しております。マイクは Shure の SM7B を使っております。こんな感じでナレーション吹き込み行うことができます。いかがでしょうか。まあ、ちょっとこれをですね、単品でがっつりレビューするほど、ね、使い込めているわけではないので、まあ、今回ベストバイの方でね、軽く紹介させていただきましたが、使いやすいですし、まあ、使っていて品質の高さっていうところも感じることができてますので、まあ、すごく気に入っているデバイスとなってます。はい、ということでね、次紹介していくのが今月のベストバイ4つ目ですね、こちらでございます。はい、ちょっとコンパクトなね、箱みたいなガジェットになってるんですけども、これはですね、実はパカッと開きますと GoPro のバッテリーをですね、充電することができるボックスになっています。で、これ3個まで同時にね、バッテリーをこう充電することができます。一応これ購入すると、まあ、こちらのね、GoPro 用のバッテリーも3本セットになってきますので、まあ、結構お得感がまずありますよというところですね。で、こちらは、バッテリーは入ってないんですけど、まあ、後ろにですね、なんとこれ、巻き取りというか、もともとこのケースに、ケーブルがね、ついてます。で、こちらの USB を、まあ、充電器とかに接続をして、一気にこの GoPro のバッテリーを充電することができますというところです。で、これをもちろん使ってもいいんですけども、まあ、さらに急速に充電したいっていう時は、ここにね、Type-C のポートがありますので、こちらに接続をして、バッテリーを充電することもできます。はい。でですね、ちょっとね、一旦ちょっと USB を、接続すると、はい、来ると思うんですけども、はい、来ましたね。こういう感じで、はい、バッテリーの残量が表示されてます。今全部これ 99% あるという状態なんですけども、まあ、このアニメーションも含めてですね、実はこれ充電器に接続すると、まあ、それぞれの接続しているバッテリーの残量が分かったりします。なのでこれを、まあ、ベースにですね、GoPro のバッテリーを、まあ、充電していって、まあ、これごと持ってってもいいと思います。
で外出先であとはねモバイルバッテリーとかに、ね、接続して、まあ、充電しながら使っていってもいいのかなというところです。でなんでこれ購入したのかっていうと、まあ、最近ですねあの車関係のチャンネルを作ったんですよね、ナベガレージっていうチャンネルを作りまして、まあ、結構その中ではドライブしながら車載トークを撮ったりとかするのでアクションカメラだったりとかこの車載用のカメラをいろいろね検討しているというかね検証しながら試しているんですけどもちょっと GoPro もね使ってみたいなっていうことで追加バッテリーも含めて、こういったものがあると便利かなと思って買ってみました。これなかなかいい感じです。こちらがですね、全部セットで、これ5899円となっておりますので、バッテリーも入っていてこの値段なので、まあ、結構コスパはいいんじゃないかなと思います。ただまあ、これ純正ではないバッテリーになってますので、純正よりはちょっと多少バッテリー持ちがね、良くなかったりとかする可能性はね、あるのかなというふうには思います。まあその辺はちょっと使ってみてってところですね。はい、ということで、5月のベストバイ、5つ目ですね、次紹介していくのがこちらでございます。はい、こちらがですね今回人生で初めてケルヒャーの高圧洗浄機を購入しました。今回はですねケルヒャーの K5 プレミアムサイレントっていうモデルを購入しました。でこれはですねもう言わずと知れた高圧洗浄機になっていて、今回は自宅の前でですね、まあ、車をね洗うために、ね、購入しました。洗車するためですね。でやっぱりこの車結構乗ってるとですね走ってるとやっぱり虫のダイレクトアタックで結構車が汚れてしまったりとか、まあ、最近結構黄砂がね激しかったりとかして、まあ、どうしてもね放置してるだけでも、まあ、車が結構汚れてしまうのでまあ、自宅で、気軽に洗浄するためにですね、まあ、これ購入しました。一応こちらはですね最新モデルでこの静音設計のモデルとなっております。で東日本と西日本でなんかねモデルがちょっと分かれてるみたいなので、まあ、自分の使ってる地域に合わせてまず購入していきましょう。うちは東日本モデルを購入してます。では使い方はですね最初にちょっと組み立てが必要で組み立てをしたら、電源に接続します。これ電源が必要です。あと家の前にある散水線ですね、を引っ張り出して水道に装着をして使い始めます。でこのトリガーがあってこのトリガーでね水をバーッと噴射させていくんですけどもやっぱり高圧洗浄なのでめちゃくちゃ洗浄力が強いです。で、ノズルの方で5つのですねこの洗うモードをね選んでいくことができます。まあ、細くて一点集中みたいな感じで、まあ、洗っていくモードだったりとか、まあ、全体的にバーッとね洗っていったりとかあと渦巻きを、ね、巻くような形で洗い落としていく、モードとかですね、まあ、5つ種類がありますので、まあ、使いたい用途に合わせてそれを選択していくと。でケルヒャーは結構ですねアタッチメントが豊富で、まあ、使う場所に合わせてですねいろいろ選べます。で今回車の洗車するために、洗剤も購入していたので洗剤をですね先端に装着します。まあ、そうするとまあこういう感じで、まあ、泡をですね出すことができるんですね。でこの車に泡をバーッと吹きかけていくと、まあ、結構なんだろうクリームでも吹きかけてるかのような感じになるんですけどもこれでめちゃくちゃ車綺麗になるんですよ。でこの泡を吹きかけた後にケルヒャーのね、まあ、洗浄の方で水をね流してあげて、まあ、洗っていくと正直それだけでもだいぶもうほとんどの汚れが取れるっていうぐらい、まあ、洗浄力が強かったです。であと最後はですね、まあ、空拭きをしていって、まあ、おしまいという形で洗車できたので、まあ、相当効率よくですね、まあ、車をめちゃくちゃ綺麗に、ね、洗うことができました。なのでこれ今後ですね、まあ、車ね洗車するときにねガンガン使っていこうかなと思ってます。じゃあ車だけじゃなくて家の外壁だったりとかタイルとかですねそういったところを洗浄するときも使ったりすることができますので、まあ、結構これからね活躍する頻度は高くなりそうだなと思ってます。こちらが購入価格はですね 65,405円という価格になっております。はい、ということで今月のね5月のベストバイの第1位なんですけどもちょっとこのタイプの製品が1位っていうのはなかなかないと思うんですけども今回1位がですねこちらです。はい、ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム、これがですね今月はね1位かなと思います。正直今ですね一番ハマってるゲームがこのゼルダの伝説ですね。これハマってる人正直めっちゃ多いんじゃないかなと思います。今回こちらですね任天堂スイッチの方で購入できるゲームとなっていて、まあ、名作ゲームのですねゼルダの伝説の、まあ、最新作となってます。でこの前作がこのブレスオブザワイルドっていうね任天堂スイッチのゲームだったんですけども、まあ、それの続編という形になっています。でこのゼルダの伝説っていうのはですねこのオープンワールドのゲームになっていてめちゃめちゃ広いですね、まあ、マップを、まあ、自分で開拓しながら、まあ、冒険をしていくことができるとメインストーリーを進めていく
ていくっていうのももちろんいいんですけども、やっぱり寄り道がめっちゃ豊富なんですよね。その辺でちょっと困ってる人がいたら助けてあげたりとかですね、まあいろんな派生ストーリーとかもたくさんあるので、まあそれもこなしつつ謎解きもしていって自分もちょっと強くなりつつ、まあメインストーリーを進めていくという形になっています。で今回のゼルダの伝説は物理の法則みたいなところが、まあ、すっごいリアルなんですよ。例えば板と板があったらそれをくっつけてね、どんどんくっつけてって橋を作ったりとか、まあ、板があったらそれにタイヤを4つつけて、で後ろにロケットをくっつけてですね、真ん中に操縦のハンドルのようなものをつけて、まあ、簡易的に車を作ったりとかですね、いろんなことができます。乗り物を作ったりとかもできるしですね、まあ、いろんなことができるんですよね。まあその辺でちょっとね、考えていって実現していくのが楽しかったりとかします。であとグラフィック自体もやっぱり任天堂スイッチのですね、まあ、パワーをもう超えるようなですね、めちゃめちゃ綺麗なグラフィックになっていて、没入感も半端ないというところですね。もうこれね、ちょっと時間をすごい奪ってしまうゲームなので、やり始めると止まんなくなっちゃうんですけども、まあ、やっぱりすごい気分転換にもなってますし、まあ、ちょっと自分の場合はですね、一日この仕事が終わった後に最後に寝る前にですねやるような形でやってます。で今神殿をですね3つぐらいクリアしたぐらいですかね。まあ、結構早い人だと、まあ、すでにクリアしたっていう人もねたくさんいると思うんですけども、まあ、自分はねちょっとまったりやっていって、1ヶ月ぐらいですかねを目安にちょっとクリアしていきたいなと思っております。まあ、かなり名作なので、まあ、任天堂スイッチ持ってる方ね、ぜひちょっとゼルダの伝説ねやってみてほしいなと思います。はい、ということで今日こんな感じで、今月のベストバイということで、合計6つですね、紹介してみました。ちょっと1位がゲームっていうのがねちょっと珍しいパターンだと思うんですけども、そんだけまあハマってる頻度が高いです。まあ、来月なんかはファイナルファンタジーの新作もね出ますし、まあ、ちょっとゲームが熱いね季節になってきてるなという感じです。まあ、ちょっと、ガジェットの紹介とね、あとゲームもちょっとね楽しみつつ、やっていきたいなと思っております。ということで今日こんな感じで以上になります。まあ、ちょっとゼルダやってる方ぜひねどのぐらいまで進んだかとかね教えていただければと思います。この動画良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。